いや、そもそもの話は遡ること半年以上昔なんですが、オープンチャットにいましたと。で、それがそもそもまあ VTuber 好きな子集まれみたいなところにいたよって話をしたんです、私あの時ね。まあそれも嘘ではないんだけど、じゃなくてあの時実はあのタイミングで一緒に成ちゃんも入ってた。で、気持ちとしてはなぜそんなことをっていうと、もうそれはあって、人見知りがさ人見知りなくなるかなみたいな。結果的に何個か点々とはしたんですけど、結果的に2個に安定して入ってて、まあ AB とした場合、 A が割とガチだから、もう言ってしまえば、なんだろう、動作まで書く系をね。だからみんなで、もう私だからあれよ、いろいろ思い出あるもん。そのリゼとか委員長とか歌子お姉さんとか、あと誰いたかな、あとフワさんと、で、あとカナエさんもいたかな、あと誰だっけな、結構いたんだよ。シーシーもいた、で、マチカイもいたな、とかの大メンバーで修学旅行いたからね私とかやってるのが A で、 B は歌子お姉さんが、いや学校疲れたとか言ってる感じ、わかる、自分と交わしてんのよ。喋ってるキャラはその歌子お姉さんのまんまなんだけど、あの起きてる出来事は自分のままっていう感じ、もう本当にだから LINE してる感じかな、が B だったんよね。こういうことしてるんだよねっつってライバーに話すと、みんなに、え、それは配信で話すとかなんみたいなって言われて、いや趣味って言ってたら、いや現その時マジで話すつもりなかったから、いや話す気ないみたいな、オープンチャットとかで話す、なんかその VTuber 大好きがどうのみたいなにいたのは話したけど、あのこっちの話マジでする気ないって言ったら、へーみたいなB の方は普通にもう、なんだろう、みんなで例えば CC の、 配信見ながらおもろみたいに言っちゃえるんだけど、なんだろう、 A の場合は自分の配信として言わなきゃいけないから、なんか CC 自身に今日配信面白かったよっていう感じになるのかな。まあむずくて、まあそのあたり結構むずいんよ、成ちゃんの人たち、あれもしかしてこのアンジュ本物なんじゃってならないかなみたいな若干の匂わせな気持ちがあったのは認めるよね。若干のそういうなんか匂わせ女子みたいなことをしちゃったのはあるわ、若干のね、そういうのはある。リゼにね、そのこれだから左上の通りなんですけど、あのこれの通り、リゼに、あの私、あのちょっといいですかって言われて、まあ背後の人なんですけどね、はいって言ったら、あのアンジュさん、まあ私のこと言うて、何、そのアンジュの背後さんのアンジュさんってあんまりアンジュさんっぽくないですよねってまず言われたので、みたいな結構入ってもう喋ってたから、あれみたいなになって、で、あんまり普段アンジュさんやらない感じですかって言われてっていうなって、キョットンってなっちゃって、で、いや、あ、そうですねみたいな、かなり初めてです、でも推しはアンジュですって言ったのそしたら、あ、そうなんですねみたいな、だからかな、なんかちょっと普通の人すぎます笑ってきて、おいアンジュ本体を普通の人すぎますっていうのマジでやめろと思ってめっちゃショック受けたの私、それが普通の人すぎます笑の一言で。も確かにそこで思ったことはあって、あの私自分が本物のアンジュだということにかまけておごりよね、アンジュっぽさを意識してなかったなって。確かにそう、なんか別に私は私なんだから私で言えばいいんだと思って、修学旅行の時だっていつだってずっとなんか普通にオッケーみたいなとか、そんなんばっかだったなって思ったんよ、確かにみたいな自分が本物であることにちょっとおごりがあったということにそこで気づいた私はアンジュだけど、アンジュだってなんだろう、ちゃんとアンジュらしさを押し付けなきゃいけないんだというなんだろう、思ったわで、ちょっと恥ずかしくなっちゃって、私 A に行かなくなっちゃったのよ、 A のガチ派に行かなくなってね、で基本 B にちょこちょこと入り浸るようになったんよ。
あ、そう、A 寄りの空気になっていって、なんかどっかに行くってシチュエーションとかが出たりとか、だから何ちょっとはんなりの空気じゃなくなっていったのね。まあそれは参加するその場のメンバーによって変わっていくし、そういう規約があったわけじゃないから、そう、日常と混ぜ込んだやつじゃないとダメっていう規約が B にあったわけじゃないから、まあその時に参加するメンバーの意向で変わっていくもんなんですけど、あのそれに私気づかなくてちょっとしばらくいなかったのよ。でパッて見たら喋ってたから、あのリゼたちがね、え、おお喋っとるわと思って、なんかちょっと遡ったらなんか趣味の話とかしてたっぽいから、え、リゼって暇な時何してんのって送ったんよリゼって暇な時とか普段何してんのって聞いたら、あのもうよ、ちゃんと前後の流れをしっかり理解しなかった私が悪いんだけど、ちょっと A のノリになってるから、みんなであの複数人で遊びに行ってる最中で、だから、丸々が趣味ですけど、なんでアンジいるのってなってみたいな、わかる。だから向こうからしたらいないはずの私が突然話しかけてきたからダメなんだよね、あーみたいなあ、もう今そういう流れだったんだみたいな。そう、みんなで楽しく遊びに旅行に行ってる中、一緒についてきてなかったはずのアンジュがニュって現れて、リゼは何なん趣味って言ってくるみたいなでそれでなんか B を拠り所にしてた私の心は少し疲れなかなか現れなくなり、そう、そしてまあアンジュは空気となり、あまり現れない人になりっていう話ですかね。で、成茶を、アンジュは成茶辞めたってよっていう話でしたね。まあ、なんか、めちゃめちゃ面白い出来事があったとかではないんだけど、まあ、強いて言うなら、アンジュがアンジュっぽくないっていうので、超指摘されたこと。お茶飲もうとか言ってたかんな、あれ、マジで。そう、まあ、なんでこの話が突然だかっていうと、この前、その、みこと様に会った時に、たまたまその成茶を見せる流れがあって、見てください、これが突然私が現れたやつですって言って。突然現れてその場にいたダイバーさんに、え、なんでいるのってなったシーンをみこと様に見せてたこれなんすよっつってめっちゃ笑ってたマジでちょっと惹かれてたかんな。まあ、なんか個人的にはアンジュさんはアンジュさんっぽくない、あんまりアンジュさんっぽくないですねって真面目に指摘された時が一番ショックだったなはあ、ごめんなさい、ごめんな、普通に修学旅行を楽しんで参加してる、なんか一般通過市民だったから通過もしてないのか、もう見ないよ、もう入んない、もう入んない、近いはしない、ごめん、もう入んないとは思う